嬉し恥ずかし美しい、どうもレインボー池田です。今日も美しいあるある、白込みすぎ、どうも。今日はですね、今ちょっとお風呂上がりなんですけど、お風呂上がりの、ま、ルーティンといいますか、ちょっと最近買ったねある美容グッズがあるので紹介したいと思います。じゃーん、パナソニックさんのナノケア。うちにもスチーマーがやってきたーぜ。なんか大理石みたいで可愛いですよね。ずっとスチーマーが欲しい。ちょ、相棒みたいに。おい相棒、一緒に行こうぜ。ずっとスチーマーが欲しい欲しいと思ってたんですけど、なかなか、どれ買ったらいいかわからんし、まあ、新しいもんが出て、買ったらいいかなと思ってて、ついに新しいもんが出て、行こうと思って買いました。54,800円とかで、まあ結構奮発しました。まあでも、これを、まあ、10年使って、まあ、1回500円でスチーマーすると考えて、年間で、まあまあまあ、週に4回ぐらい。つまりは、年間で、まあ、200日ぐらい使うと。つまり年間で10万円。まあ、1回300円って、ちょっとようわからなくなってきました。まあまあまあ、まあ5年使ったらさすがに元取れるやろっていうので、買いました。なんか従来のスチーマーとちょっと違うところは、化粧水が入れれます。自分の持ってる。なんかさ、スチーマーのイメージって、このタパタパタパって専用の水、清水みたいなのを入れるイメージがあるんですけど、それじゃなくて、自分の化粧水を入れれます。で、ミスト状にして飛ばすことができます。じゃあ、もう早速使ってみようか。今ちょうどお風呂上がりで、こっから、スチーマータイムしていきたいと思います。今そんなに肌がね、好調じゃないんですけど、あと、やっぱお風呂上がりなんで、メンズのヒゲがね、メンズのヒゲが生えますね。水を入れます。パパパパパ。これを、ここにね。逆でした。はい。水を入れますと。で、もう早速。で、ここにも水を入れまして、これね。水を入れて、カチャンと。で、つけます。見て。高級感すご、高級感すごくない？ここにね、表示されるんよ。それをコース選択にしてコース選択にして、まあ、クリア肌すると。でもうスタートしました。で、このクリア肌ってやつが6分半かな、ちょっと忘れました。6分半ぐらいやって、そしたら45秒先外につけたやつから水が出るみたいな。やっぱお風呂上がりさ、このまあ冬やし、ちょっと顔温めるっていうのもいいかなと思って、ちょっとほらだん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 出てくるスチーマー、ドライアイスみたい。プシー、風の中のスバル、あったか。あ、そうで、なんかちょっとここ服濡れんの気になる人はこうしてもいいよね。あったけ、私服、いや、パジャマやけど。コントで家燃えてる男ってコントがあるんですけど、それできそう、これで。なんか、オリンチ、そう、なんか焦げくらい、さっき、スルメ焼いたからかもしれん。なんでやな。できますね。あったけー。全部吸えるからちょっとやるか。池田 VS スチーマー。真似せんとってください。こらあかんわ。6分半だから、こう今やタイミングで、ちょっと今やっていうか、そのタイミングでプシュってくるかちょっと試してみましょう。はあ、ほんまはなんかながらね、こうこれでさ、この間このフォートナイトやってたんよ。なんかさ、マジ見えんくてさ、あ、邪魔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 で死んだ死んだ。あったけー。これもうちょっとほんまは多分こうこういう感じがいいよね。ほんまはな、ほんまは多分顔正面から当てるのがいいんですけど、ちょっと今は特別サービス。まあまあまあ、こっち向いてやったらいいか。なんかモードあんねんな。まだクリア肌しかやったことない。クリア肌、オンスチーム、ちょっと熱くてね、熱くてね。みんなはスチーマー使ってるんですかね。
女子あるあるでスチーマー買っても使わへんみたいな。僕は今のところ使えてますね。まあまあまあ、お風呂上がり8分間ぐらいなら好きしたいことやりながらテレビ見ながらとかながらスチーマーね、いいですよね。なんか安めのスチーマーを買ったら使わんくなりそうと思って奮発しました。なんか家電は奮発した方がいいってどっかの誰かが言っててんな。親戚のどっかの親戚の誰かが言ってたんですよ。家電は奮発した方がいいよって、10年後も使うからみたいな。どっかの誰かの親戚、お父さんがったかお母さんがったか分かんないですけど、どっかの誰かの親戚が言ってました。あと家にカラオケがつきました。これプレステ4のダムのダウンロードして1ヶ月で1日だけやったら330円みたいな、1ヶ月やったら1100円で歌い放題みたいな買いましたね。やった、めっちゃいい感じ。あ今は響かへんけど歌い出したら響きます。楽しい。多分ね、そろそろ来るで。そろそろ来るで。そろそろ来るで。ほら。来るって知っててもびっくりしました。これ冷たいモードね。多分これで引き締め感、クリアハードにしてくれてるんやと思います。これが、ちょっと長いんですよ。まあまあ、長いけど。はい。良い時間にしてくれてるはずなんよね。で、俺が好きな時間はこっから。こっから。これを45秒した後に、45秒するね。ちょっと長いんだけど、冷てー。これを45秒した後の、ここ。マジアメムチ、アメムチあったけ、アメムチ。さっきまで冷たかったのにまたかよ、アメムチや。気持ちいい、ここが一番気持ちいいですね。タオル濡れてるの、やっぱ普通にしてたら濡れますね。ここが気持ちいい。なんか顔整いましたね。サウナの顔を整えよ、顔を整え。よし、終了。はい、これでここを取ります。例えば無印の導入化粧液を入れまして、カシャコン、なんかしっとりタイプよりさっぱりタイプの方がいいらしい。ミスト、このミストってやつを、このミストを押します。で、すごいミスト状になって出てくれると。これがすごいきめ細い、ほぼ濡れてないみたいな感じになるもん。霧みたいな感じになってるの分かりますか。スプレーよりもきめ細かく。はい、これでこの後に普通のスキンケアをやっていきますという感じでした。まあ結局15分ぐらいやってたんですけど、まあ気持ちいいながらスチーマーね、冬やし温めて顔温めてキリキリっとね、もうちょっとやろう、やってみてはいかがですか。チャンネル登録&グッドボタン、どっちもグッドボタン、コメントもね、なんかこんなやってほしいよっていうのをあったら入れてください。バイバイ。